にちは、こんばんは、いちごさげです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。キンキーブーツですね、そちらの方の作品ですね。はい、もうなんとかね、東京と大阪と2都市で全47公演が行われてね、本当に一人欠けることもなく完走できたっていうことでね、本当にソニーさんがですね、ご自身のインスタグラムを更新して本当に感謝のことを言葉を言われてました。いろんな思いを巡らせながら眠りについた昨夜、アルマが夢に出てきました。くしゃっとしたあの笑顔で頑張ったねと頬を包まれたという、そんなコメントをされていました。はい、ね、もう最後のね、舞台挨拶の時にはですね、カーテンコールで本当に皆さん号泣されて、もう本当に崩れ落ちるぐらいね、感動されたと思います。そしてね、本当にね、彼が、きっとみんなのところにお礼に回ってるんだろうなっていう感想を持ったっていうコメントもありました。で、まあ11月21日には小池さんが、まあ、自身のインスタグラムのストーリーを更新し、お疲れ様ってね、久々の休日無事に終わったよって報告してきたって言って、桜と馬っていう感じで投稿されていますね。本当にこう皆さんが彼へのすごい熱い思いを、語ってくれていましたね。ベールをかけてくれたんじゃないか、本当に自分たちを守ってくれてたんじゃないかっていう風な言葉で、本当にいいね、舞台を作ってくださった皆様にも、はい、熱く感謝いたします。ありがとうございました。日本のキンキーブーツが今後も、次々アルマさんの思いが伝わってつながっていきますようにお祈りしてます。